関心マイライフの時間です。この時間は慶寿総合病院の取り組みなどについて皆さんにご紹介しています。慶寿総合病院心臓血管外科課長の西澤久輝先生です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回は胸のところですね、胸部の大動脈瘤について伺いました。今回は腹部、お腹の方の大動脈瘤、はい、これ場所が違うだけになりますか？そうですね、あの場所が違うというのは、まあ、あの大動脈自体は、胸部から横隔膜を越えた時点から腹部というふうに名前を変えます、うん、で、へそのあたりで右と左の両足に行く動脈に分かれていきます。で、分かれるところまでを腹部大動脈というんですね。そうなんですか、はい、へそのところから分かれるんですか？ちょうどへそのあたりになります、分岐するところがね。なんかよくその人体解剖図じゃないですけれども、そんなのしかやっぱ普通の人は見ないと思うんですけれども、確かにそういえばそれ今もありますけど、見てみるとちょっと上の方から分かれているんですね。そうですね。胸の方とかの方がやっぱりその太い、そうですね、あの心臓に近いところの動脈が一番太くなりますので、胸部の中は前回お話ししたように正常だと直径3センチぐらいまでというふうに言われますし、腹部の大動脈の場合は直径が2センチっていうふうに正常な大きさ、そう言われています。そうですか。本当になんかこんな太いのが私の中にあるんだと思ったら、そうですね、不思議な感じ。骨ってどれぐらいあるんですか？みんな違う。骨は場所によってなので、あの太さはまちまちですね、大動脈もそうなんですけども、動脈もあの手とか足の先に行けば行くほど細くなってきますので、あの腹部大動脈直径2センチですが、二股に分かれて右足と左足の方に行く血管に分かれると、大体その血管径も半分ぐらいになっていきますし、ですよね。指先とかたまに切れることありますけれども、そんなだって血とかもそんな出ないし、そうですね、やっぱり、ね、場所によってだんだん血管が細くなっていけば、そういうふうに、まあ、自分に目に見える範囲も少々、血も少々だけど、その太いところだとちょっと切れたりすると大出血が、そういうことですね、起きるっていうことになるんですよね、はい、だから命に関わる状態になるんですよね、はい、そうするとそのお腹のところの大動脈瘤では症状っていうのはどうなりますか？そうですね、あの痩せている方であれば、お腹のちょうどへそのあたり周辺、腹部大動脈瘤で大きくなってくると、拍動性支流という形でお腹にパクッパクッと動脈が触れるようになる方がいます。お腹に、はい、ただそしたら分かりますよね、ちょっと変なって、そうですね、痩せてる方に関してはそうなんですけども、肥満、ものすごい体重が大きくてお腹に脂肪がかぶっちゃってる方は分かりにくいですね。先生だったら分かりますか？コメントは控えておきます私今の聞いて、今の私ちょっと分かりづらいかもしれないなと思ったんですけど、はあ、まあ、じゃあ分かる場合もある。そうですね、はい、で分からない人はどこで症状は、症状はなかなか出てこないので、いわゆるこう大動脈自体は背中側の背骨の横を走りますので、若干背骨の前側を走っているんですね。なので大きくなってくると圧迫症状がやっぱり出てくるので、腰が痛くなってきたりとか、腸管を圧迫して便秘傾向になってきたりだとかっていう症状はもしかしたらあるかもしれませんね。まあでもそれも普通に便秘の方もいらっしゃるだろうし、う、ね、腰痛だってね、はい、だったら本当に分かりにくいのかな、ね、と思いました、だったら先生、診断っていうか、その自分で事前に分かるって言ったら、検査で分かるとかはそんなのはまたあるんですか？胸部の時もそんなになかったですよね。そうですね、この疾患も、そういう形で病院に来ていただければいいんですが、あの検診でたまたま他のお腹の検査ですね、超音波の検査をしたりして大動脈が拡張しているというのを開業医の先生が見つけることで、あの僕らの方に紹介いただくケースも時々ありますので、他の病気でたまたま見つかるとか、あとはやっぱり検診で、そのオプションのついた検診ですね、動脈疾患を見るという
検診をしていただかないとちょっと分かりにくい場合もありますね。そうですか、それはなんかどうしようっていう感じなんですけれども、まあ、それでとにかく治療が必要な場合っていうとどんな治療になるんですか？治療に関しては、この間もお話ししたように、あの人工血管で動脈瘤を変えるという治療がありますし、まあ、最近ではステントグラフトといって、あの人工血管の中にコイルが入っているような、そういう新しい治療も、もう一般的に行われ始めています。はい、なんか今ここに写真っていうんですか、絵っていうんですか、あるんですけれども、はい、ああいうやつを入れ込んじゃっても普段の生活には全く支障がなくなるわけですか？そうですね、あのやることに関しては人工血管を、入れることと対して変わらないんですね。あのカテーテルで、あのステントグラフト自体は、あのコイルのついた人工血管をカテーテルで、あの入れることになるので、やることはカテーテル治療になりますけれども、根本的な動脈をそのコブになっているところを人工血管で置き換えるということに関しては、していることは変わらない治療になります。これは一生このまま入れておけば？そういうことですね。はあ、そうなんですね。ただあの人工血管置換術と違いまして、その断端の吻合部っていうのは人工血管置換だと糸で必ずしっかり縫ってしまうんですが、ステントグラフトの場合にはあの中から圧着させるような状態になるので、その一番の断端のところからその血液がちょっと隙間が空いてると血液が動脈瘤の中に漏れ込んでしまうようなことがあるので、あの完全な手術にはならないことがあるので、今のところこのステントグラフトに関しては一般的に行われつつあるんですが、リスクの高い方、手術リスクの高い方とか、あのいわゆる回復してお腹の手術ができないような方に関してこれを入れていくという方向性ですね。じゃあこれを入れることによってその死亡率っていうのはもうどんどん下がって？そうですね、人工血管で置換するやり方とステントグラフトの置換、どっちかっていうとステントグラフトリスクのある方に入れることが多いので、あの治療成績そのものにはそんな大きな違いはないと思うんですが、じゃあその方によってということにもちろんなりますね。そうですね、若い方だとか、あのそういう方には基本的には人工血管で置換するというやり方を今しています。そうすると若い方っておっしゃいましたけれども、こちらも年齢層っていうのはありますか？そうですね、あの同じやっぱり動脈瘤っていうのは高齢者に多くなってきているので、結局動脈硬化が原因で大動脈瘤ができてきます。なのでやっぱり年齢はどっちかっていうとその20代30代っていう方にはほとんど起こらなくって、やっぱり50代から60代70代80代っていう方があの手術の対象になってくることが多いです。日々の生活がやっぱりかかってきているってことになりますか？それもありますね。あの前回も先生その動脈硬化を防ぐためにっていうのでおっしゃっていただきましたけれども、そしたらもう一度予防法を、はいはい、一番大事なのは、動脈硬化にならないことです。ただ年齢がいくと動脈硬化になってくるので、その動脈硬化の原因になる病気、高血圧、それから喫煙、高脂血症、脂質代謝異常ですね、そういう疾患をきちっとコントロールしていただく、糖尿病も含めてですね、あのきちっとしていただくということが大事になります。特にあの動脈瘤に関しては血圧が高くなることが破裂の原因につながってきますので、あの塩分制限をきちっとしていただいたりとか、あとはあのふんっていうふうに息む行為っていうのも一瞬動脈にかかる圧力がすごく高くなるんですね。なのでそういう行為を避けていただくというのも大事なことなのかな。例えばこの大動脈破裂とか胸部 の, あの大動脈瘤が破裂するのに時々こうちょっとあの掛け事で勝った瞬間ですね、フィーバーした瞬間、パチンコとかでフィーバーした瞬間とか、将棋とかあのそういうもので勝った瞬間ってものすごい興奮してすごい力入りますよね。そこで病気が発症するっていうケースも時々あります。過去に何回かパチンコ屋さんから運ばれてきた、あのパチンコ屋さんにはちょっと言いにくいですがあのそういうケースもありましたので、掛け事であの将棋中になった方もやっぱりおりましたし、
ですね。あとは例えば便秘が強い方も、うーんって息んでる間にっていうこともありますので、まあ、そういうことに注意していただくことが必要になってくると思います。そうですね、嬉しくって興奮するっていうのは分かるんですけれども、はい、そこは日々じゃあちょっとおとなしめな感じで。そうですね、嬉しい時は嬉しいでいいと思うんですが、そういうリスクがありそうな方は抑えめに。そうですね、はい、普通の方は大丈夫ですよねと思いますが、まあ、こういう病気っていうのは、いつ起こるか僕らも予想できないことなの で、 そうです、ね、日常生活をだからといって制限する必要は全然ないと思いますが、はい、わかりました。皆さんも日々の生活をぜひ気をつけていただきたいなと思います。今日は腹部大動脈瘤につきまして伺いました。慶治総合病院心臓血管外科課長の西澤久照先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、安心マイライフのコーナーでした。